ジョゼフ・アンド・リュー・サッチャーは、アメリカ合衆国インディアナ州、ハワード郡、高コ校コ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2004年から、フロンティアリーグのリバーシティ・ラスカルズでプレー。29試合に登板し、2勝3敗後セーブ、防御率2.98だった。2005年は18試合に登板し、4勝2敗後、セーブ、防御率1.27だった。 2005年7月19日にミルウォーキーブルワーズと契約。参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナブルワーズで6試合に登板し、2勝0敗にセーブ、防御率3.52だった。8月に A 級ブレバードカウンティー、マナティーズへ昇格。7試合に登板し、0勝0敗にセーブ、防御率0.00だった。2006年は A 級、 ウェストバージニアパワーで26試合に登板し、1勝3敗、10セーブ、防御率2.43だった。7月に A 級ブリバードカウンティへ昇格。16試合に登板し、3勝1敗にセーブ、防御率0.29だった。8月に A 級ハンツビルスターズへ昇格。4試合に登板し、1勝0敗、防御率1.69だった。 2007年は AA 級ハンツビルで14試合に登板し、1勝0敗、防御率0.55だった。5月にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格。24試合に登板し、2勝1敗1セーブ、防御率2.08だった。2007年7月25日にスコットラインブリンクとのトレードでスティーブ・ガリソン、ウィル・インマンと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 7月26日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。6点ビハインドの7回裏から登板し、1回を無安打無失点1奪三振に抑えた。この年は22試合に登板し、2勝2敗、防御率1.29だった。2008年3月3日にパドレスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りを果たした。この年は25試合に登板し、0勝4敗。 防御率8.42だった。2009年2月27日にパドレスと1年契約に合意。3月23日にトリプル a 級ポートランドビーバーズへ移動した。5月15日にメジャーへ昇格した。この年は52試合に登板し、1勝0敗、防御率2.80だった。2010年は65試合に登板し、1勝0敗、防御率1.29だった。 2011年2月27日にパドレスと1年契約に合意3月29日に左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした5月4日に60日間の故障者リストへ移動8月5日に復帰したこの年は肩の故障で18試合の当番にとどまり防御率4.50だった2012年1月17日に パドレスと一年契約に合意。開幕ロースター入りした。7月29日に右膝を負傷し、7月30日に15日間の故障者リスト入りした。9月1日に復帰。この年は55試合に登板し、1勝4敗1、セーブ、防御率3.41だった。2013年1月18日に、パドレスと一年契約に合意。 開幕ロースター入りした。50試合に登板し、3勝1敗、防御率2.10だった。2013年7月31日に、イアン・ケネディとのトレードで、マット・スタイツと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。ダイヤモンドバックスでは22試合に登板し、0勝1敗、防御率6.75だった。 2014年1月17日にダイヤモンドバックスと237万5000ドルの1年契約に合意、開幕ロースター入りした。開幕後は37試合に登板し、1勝0敗、防御率2.63だった。2014年7月5日に、上位クレビール、ザック、ボーンステインとのトレードで、トニー・カンパーナと共にロサンゼルス・エンゼルス・オブ、アナハイムへ移籍した。 移籍してからは16試合に投げたが、防御率8.53ホイップ2.21と大炎上してシーズンを終えた。2球団合計の成績は53試合のリリーフ当番で2勝1敗、防御率3.86という内容であり、2012年から3年連続で50試合以上に投げたことになった。オフに FA となった。二千十五年一月十七日に、 アストロズとマイナー契約を結び、4月1日にメジャー契約を結んで、開幕25人枠入りする。7月21日にリーフとなり、28日に自由契約となった。8月9日にマイナー契約でアストロズと再契約し、9月1日にメジャー契約となり40人枠入り。この年は43試合に投げ、 通算400試合登板を達成した。1勝3敗と負け越したものの、防御率は3.18であり、投球イニングを超える三振を奪って、脱三振率は10.3など、まずまず安定したピッチングを見せた。オフの11月2日に、FA となった。2015年12月21日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2016年の、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが2016年3月26日に自由契約となった2016年4月21日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び参加の AAA 級オクラホマシティドジャースへ配属された6月3日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した2016年6月23日に インディアンスとマイナー契約を結び、25日にンカの AAA 級コロンバス・クリッパーズへ配属された。8月13日に自由契約となった。2016年8月17日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結び、ンカの AAA 級アイオワ・カブスへ配属された。シーズン終了後に引退を表明した。ありがとうございます。